そのくらいでいいわ。はい。これも持ってって。そう、あの時も飛行機が通っていたわ。あれからもう1年。僕らのは駆け落ちじゃないんです。逃げも隠れもしてないことをはっきりさせなければいけない。あなたのお父さんにもこのホテルにいることを知らせましょう。でもいけませんわ。なぜ？なぜってそんなこと考えたらダメですよ。青山は赤坂区でしたね。私書きますわ。そう、じゃあそうなさい。このホテルにいるということだけ書けばいいんです。これは事務なんだ。僕らの希望をどうやったら一番早く実現できるかが問題で、その他のことは考えなくてもいいことです。明日はきっと僕の父が迎えに来ます。しましたか。切符も買ってあるんだ。何か片付けるような荷物があるのかね。荷物なんてないけど、ちょっと勘定してもらいます。それは俺の知ったことじゃない。記者賃だって後から徴収するつもりだから覚えていてくれ。本当にいいお父様だったわ。ふきこ、ふきこ、ゴロはどこ行くとも言わないで出かけたのか。はい。何時頃に帰るとも言わなかったの。はい。今までそんなことはなかったようだけど。お珍しい紙に言ったね。初めてだね。日曜日ぐらい五郎にどっかへ連れてってもらったらどうだ。五郎はどこ行くとも言わずに出かけたそうですよ。おとなしすぎるからいけない。もっとせがみなさい。素直ないい子だ。
それはもう感心するほどですけど。弥生はちっとも見えないようだね。どうしたんでしょう。あれも兄弟二人っきりだし、将来のことを何とか考えてやらなきゃいけないな。五郎の嫁には本当にあの子が良かったんですけど、それにお互いに嫌いじゃなかったらしいし。僕そんなに悪い？ええ、悪いわ。悪いというより男らしくなくて卑怯よ。だが卑怯かもしれないけど、僕はやっちゃんが好きなんだ。もうそんなこと言わないで、五郎さん。僕だけが悪かったんじゃない。やっちゃんにも罪があるんだ。僕を卑怯だって言うけど、やっちゃんだって卑怯だったんだ。なぜ？なぜ私が卑怯？やっちゃんがこれまで僕に素直に本心を見せてくれたことがあるかしら。それは違います。いや違わない。僕にはやっちゃんが何を考えてるかわからなかった。僕を嫌ってるんだと思ったんだ。生意気だと思った。僕の言いたかったのはそれだ。私たちあんまり近すぎたんです。それから自分たちの心に大切なものほど外へ出せないようにしつけられてきました。五郎さん、とにかくもう遅いんです。遅くなんかない。話して話して。僕はお父さんに話す。紀子さんがかわいそうです。帰り遊ばせ。あのお父様とお母様、福井様のご宴会で9時ごろにお帰りになるとおっしゃってでした。あ、そう。お食事は済んだよ。お聞かれになります？このままでいいよ。紅茶でもお持ちいたしましょうか？ああ。やっぱり話そう。そんなことできないわ。日下のおじさんに対したって。今度のことは本当に私からお詫びを言うよ。そんなことございませんわ、おじさま。できることなら五郎の気が変わってくれればいいと思った。浦子は無論のこと、私も五郎の嫁にはあなたに来てほしかったんだ。私なんか。いや、浦子も一番失望してるのはあなたのことなんだよ。
父さんに叱られると思うんですが、僕の結婚は失敗でした。なぜ五郎そんなことを軽々しく言う。断っておくよ。お前は男だ。自分の言ったことにはどんなことにも責任を持たなければならぬ。その責任なら十分感じてるんです。結局僕が悪かったんだと認めています。でもこうやっていていずれ破綻が来た場合どうするか。自分が勤めて妥協していくのは結局不幸のためにもならないんじゃないか。そう考えると今の生ぬるい不満な状態を続けているよりも残酷なようでもここではっきりと自分の態度を決めたらと思うんですが。この世間に住んでいるといろいろ不満なことが起こってくるもの。それをいちいち自分の満足できるような方法で解決できるものと思ったら大変な間違いだ。誰にでも聞いてみるがいい。どんな人間の一生でも不平と不満の連続だ。それに耐えるのが人間の仕事なんだ。あの子のどこがお前の気に入らんのだね。どこって言えないはずはなかろう。そう簡単には言えないんです。それじゃあ不平じゃない。優しいいい子じゃないか。ママも最初は反対だったが今では喜んでる。わしなどは非常に気に入ってる。僕も不器子は優しい善良な人間だと思っています。でも僕にはこういう状態を続けていくのが不器子のためにも悪いと思ったんです。そう、その理由がわからん。先へ行ってもっと不幸な結果を見るくらいなら今のうちに別れた方がいいと思うんです。不幸を不幸にしてもか。かわいそうだと思うんです。しかしそうするより他ありません。愛のないものをあるように見せかけるなんてことは僕にはできません。長い一生の問題です。同じことを不器子についても言えるだろう。しかもあれはお前を無二の夫だと決めていく。そう信じさせたのはお前なんだよ。無責任すぎやしないかね。責任の言い方は別にあると思います。自分勝手の方法でだろう。それは許されない。お前は無人島に住んでいるんではない。人間が集まって作ってる社会に住んでる。誰にも義務というものがある。じゃあお父さん、正しいと信じてることでもこの世ではできないとおっしゃるんですか。正しいという観念そのものが人間の社会生活は生んだものだろう。じゃあ人間の生活なんて牢屋入ってるも同じことです。僕はそんなことは嫌いだ。お黙り。お前に何の特権があってそんな不遜な言い方ができる。生きてるからです。まだお前は考えが若い。若いということが攻撃される理由になりますか。なると。いえ、僕は嫌だ。その方が正しいと信じてることがあるのにそれをごまかしていくなんて卑怯だと思うんです。社会生活の責任は僕だって考えています。しかしそれが明らかに嘘やごまかしの上に気づかれてると分かってても是認しなければいけないとおっしゃるんですか。それこそ罪悪じゃありませんか。僕は自分の考えの足りなかったことや悪かったことは認めています。その失敗がもう取り返しのつかないものだとおっしゃるんですか。だが五郎、お前が日下五郎でなく普通のサラリーマンの生活だったらどうだ。そういう贅沢な空想がどこから生まれてくる。僕はサラリーマンの生活も知ってます。また金のある人間が目かけを持ったり悪い遊びをしたりして、もう愛なんてなくなってしまった夫婦がお互いに呪い合いながらも世間体は立派な家庭を作ってる。そんな例をいくつも知ってます。僕はただそういう嘘が嫌なんです。ごまかした夫婦生活に耐えられないんです。人間の生活というものはもっと微妙なもんじゃないかな。三日の式のようには考えられます。俺はあまり自分本位すぎるお前の言い分を入れることはできんねえ。けれどお父さん、生きてみることだ。その間に分かる。弱い女をいたわってやるのが男だ。ことに一旦夫婦となった以上それは夫の義務だ。夫の義務というようなもんだって今はぐらつかずに卑怯にならずにはいられない時代じゃないかしら。僕には生活の心配はない。だからといって古い道徳に縛られていなければならない理由があるだろうか。お父さんとは時代が違うんだ。僕はどこまでも自分が正しいと思った道を歩む。こんな天気に野球を見に来るやつがあるか。寒いだろう。大丈夫だ。気に食わぬ天気だよ。不連独占なんてつまらないものを気象台で考え出したもんだ。何も不連独占を気象台がこしらえたわけじゃないだろう。どうだ、元気か。うん、元気だ。
福子さんの方にまだ子供ができたような話もないかい。福子じゃない、福子だよ。ああ、そうだったか。しかし人間の名前なんてお互いに不調に過ぎん。福子でも福子でもいいさ。あ、親父の貴様が間違えたらこれは問題だが、他人の俺が間違えるのに不思議はない。どうだ、まだか。ん？何も聞かん。まだだろう。だが、あれに子供ができるかしら。何を言うんじゃ。いや、あれは小さい時から病気らしい病気をしたことはなかったが、いかにも細っこい。何、痩せた女の方がたさんなものさ。まあ、いらっしゃいませ。こんにちは。おお。お父様、こんにちは。どうしたね。お母様がお父様にお目にかけておいでっておっしゃいましたの。ん？何をだ。おお、その頭か。なるほど、初めてだな。いや、よく似合う、よく似合う。その方がずっといいよ。嫌ですわ、お父様。お上がり。弁護士の小柳が来てな。今もお前の噂をしておったところだよ。いらっしゃいません。お前は知らんかもしれんが、この男にはお前の結婚のことでだいぶ世話になった。いや、バカ言え。俺はただのやじ馬さ。人が何を言ってもなかなか言うことを聞こえんじゃないことは福子さんの方がよく知ってるだろう。おい、福子じゃない、福子だよ。あ、そうそう、福子さんだ。初めて行ったんじゃ。そうじゃ。うーん、草加の家内がわしに見せてこいと言ったんで行ったんじゃよ。いよいよ体型至極じゃ、円満なんじゃね。千代や。はい。お天気になったら着物干しといてね。はい。あ、千代、お酒と、それから、なんか魚を用意してくれないか。はい。どうだね、うまくいってるか。ええ。お母さんとはどうだね。可愛がってくださいますわ。うん、そうか、それはいい。今日は私もお手伝いしますわ。うん。じゃあ、久しぶりにお前の得意な、あ、なんとか言ったな、なんとかのムニエル、あれでもこしらえてもらおうか。なあ横田、俺は金持ちは嫌いだが、草加だけはなかなか頼りになる人物だと見ているんだ。他の金持ちのいわゆる温情だの人情味なんてもんに俺は鼻も引っ掛けんが、やつは見どころのある人物だよ。つまり封建時代のいい意味の影響がまだ残っているんだな。うん、貴族の商法が成功してあの地位まで行った男なんだから、自然他の金儲け一途の汚い奴らとは何かのことで違ってくるんじゃないかな。汚い娘をもらいに来た時には金持ちは嫌だとかなんとかグズグズ言っとった。いや、今だから言うわけじゃないが、あの男には昔から気骨があった。気骨は貴様の先輩だろ。貴様はどう見たって徳川時代の人間だよ。俺が文部大臣なら博物館の陳列棚を一つ開けて強制的に貴様を収容する。俺が博物館なら貴様は動物園だろ。何、動物園だ。
様はご別荘へお出かけでございますが。あ、そう。ありがとう。どうかしたの、姉さん。え？いいえ。ここへ来た時からいつも姉さんのようでなくて、なんだか変だぜ。ねえ、ケイちゃん、私こんなこと考えていたのよ。ねえ、人間が生きているらしく生きるってどういうの？私たちみたいにお金に不自由なくこうやって暮らしていることが幸福だか不幸だか分からなくなったのよ。そんなこと言うのは贅沢だよ。だけどね、こんな話聞いたわ。シベリアの囚人の話よ。監修に憎まれた囚人がある場所の土を別の場所へ移し、それからまた元の場所へ持ってくる作業を毎日毎日繰り返してやらされるんですって。単調で目的なんてない仕事でしょ。それをやらされるとどんな傲慢で狂犬な男でもすぐ病気になってくるか発狂してしまうんですって。目的のない仕事をやらされるぐらい人間にとって残酷なことはないわね。目的のない人生だってそうだと思うの。だから女だったら結婚しろって言うんでしょ。昔から女が結婚することを片付くって言うわね。邪魔なものは片付くっていうように聞こえるわ。どういうふうに片付くかっていうと、信用できるかどうか全然わからない男の手に自分の運命の鍵をそっくり渡してしまうことだって言えるでしょ。ねえ、ケイちゃん、誰が一人の男の人を未来にわたって絶対的に信頼できて、妻の貞操だとか夫の貞操だとかいうことがそんなに軽々しく一口で言えるものかしら。じゃあ姉さんには他の生き方ができるっていうの？それなのよ。そうよ、この気持ちが私を五郎さんに近づけなかったのだわ。私は結婚するなら五郎さんと思っていたけれど、どうしてもこの気持ちを踏み切れなかったのだわ。これも卑怯と言われるのかしら。ねえ姉さん、僕のひがみかもしれないけれど、やはり僕のせいじゃなかったのかしら。何が？五郎さんのことさ。僕の病気のせいじゃなかったのかしら。ケイちゃんのバカ、僕一度話しておきたいと思っていたんだ。これで僕にもしものことがあった場合にだね。よしてよ。僕が死んだ場合にだね、エマの家の名を残す役が姉さんに回ってくるね。僕はそんな家なんてものはどうなってもいいと思うんだ。そんなこと考えて結婚しないんじゃないわ。ケイちゃんは少し考えすぎるな。いや、姉さんはもっと自由な気持ちでいていいって言うんだよ。そう、私そんなこと気になんかしてなくてよ、自分の思い通りやってるわ。久坂さんとおっしゃる方がお見えになりましたが。五郎さんかしら。そうかもしれないわ。僕はなんだか会うのは嫌だな。どうして？姉さん、会う？え。聞くこと、別れたいことをお父さんに話したんだ。お父さんには理解してもらえると思ったんだが、結局は父も古い時代の人間だったんだ。だが僕は自分で正しいと信じている通りに行った。それをごまかすなんて卑怯だと思うんだ。ねえやっちゃん、もっと強くなって望むことを考えるんだ。やっちゃんは周囲を考慮しているんだ。やっちゃんが両親と考えているのは誰か別の人間をいつも想像している両親だ。そんな両親なら通俗的な人情だ。そんなもんに負けてたまるもんか。ねえやっちゃん、私には社会的でない単独の両親などというものは考えられません。やっちゃん、やっちゃんのぞつき。
帰り遊ばせ。お帰り遊ばせ。何をしてたね。五郎は鎌倉いらっしゃいました。一人で？いいえ、お友達とご一緒だそうでございます。お前も一緒に行けばよかったのに。この前の日曜も留守番だったじゃないか。でも五郎は会社の友達とでも行ったのかね。さあ、ただお友達のお宅とだけで。うん。お母さんは？お部屋でございます。はい。お帰りなさいまし。私も今しがて戻りましたとこですの。正解でございましたわ。音楽会だったね。ええ。あ、田村さんが花輪のお礼言ってらっしゃいましたよ。誰だったな、そりゃ。ピアニストの田村さんですよ。ああ、そうか。なるほど、そういう話だったね。五郎のことだがね、わしがあと四五年、先進にあれのことを考えてみたいと思う。仕事も忙しかったが、わしも無関心すぎた。お前さんにばかり骨を折らせてきたがね、これから先はわしの役だ。ええ、それはそうしていただければ。あれは非常に頭のいい子だ。物を知ってることで驚くくらいだ。それはあなた、時代が違います。今の若い人たちは本当に何でもよく知ってます。そうなんだよ。だがただ整理の方法がついてないようだね。つまり知識を整理する大切なものは欠けてるんだ。鋭く聡明でいて、どんなことにも堂々とした理由をつける頭の働きがあるんだが、さてバラバラなんだね。でもそれは。あ、まあお待ち。これは重大な問題だよ。わしは五郎の持っているがむしゃらな性質のことを考えてみた。あれはわしたちと時代の違う若い者の特徴のように見えるんだが、どっか絶望的なやけなところがあるんだね。目標があるように見えて、実は本人もその目標を信じてやしない。吹き子と名古屋へ逃げたんだって、そうするまでのことはないと知ってたと自分で言うんだ。でもその話はもう円満に解決したわけでございましょう。いや、お前さんには分からんのか。私に子供のことがわからないとおっしゃいますの？失敬なこと言った。しかし母親の役もまた難しくなってきてるんだな。お前がよくやってくれたことはわしも感謝してるんだがね。難しい問題だよ。そんなにご心配なさることがございますの？自分の幸福の中へ逃げ込みそうよ。私たちこうして何の心配もなく暮らしていけるでしょ。でも世間ではそうはいかないわ。私たちの幸福の裏側には別のものがあるのね。私たちが幸せだと思うのは前の方の明るい光だけ見てそう思うんでしょ。けれど後ろの方には闇があるの。生活に敗れた人たちのため息やうめき声が無数に聞こえる闇だわ。私、生きる幸福というのは自分のことだけを考えていられる時でないと今の世界にはないのじゃないかと思うの。ケイちゃんは一人で寝ていて考えたことない？考えたさ。今だって考えてるさ。今の世界で幸福ってものは
他人の服を見ないでおくより他にないことだけは確かなんだよ。五郎さんに負けるかもしれない。はい。ああ、五郎か。昼休みにちょっと事務所まで寄ってくれないか。ん何、ご飯でも一緒に食べようと思ってさ。じゃあ待ってるよ。人間なんかついてますよ。だいぶ暑くなったね。ええ。まっすぐ会社へ帰るか。まだ時間はあるんです。これは少し歩く。じゃあ僕もお供します。五郎、吹子に何か買ってやり、金は俺が出そう。いえ、いいんです。いいじゃないか。なぜいいか。そんな必要がないからです。お父さん、お言葉に甘えます。五郎、金を払うのは俺だ。しかしお前の名で送るものだったらお前の心情が必要だろうよ。いえ、僕は何も。議論はやめた。五郎、無慈悲なことを俺は許さんぞ。俺は人を不幸にして平気でいられる人間を憎む。最下等の抱きすべき存在だ。お父さん、どれにしましょう。お前が選ぶんだ。これどうでしょう。お前がいいと思うのがいいのだ。お父様。
綺麗でしょ、お父様。これ買っていただきましたの。そう、よかったね。お茶でもお持ちいたしましょうか。ああ、はい、さようでございます。まだお帰りになりませんが。どこに出かけたかわからんかね。何、鎌倉？どうしてやっちゃんそんな悲しそうな顔してるんだい？酔ってられたらいいでしょうね。ねえやっちゃん、僕と二人だけの時は他のことを何も考えないようにね。五郎さんそうできる？私と一緒にいる時、ふき子さんのことをお考えにならない？ふき子さんをおかわいそうだと思いにならない？ねえ五郎さん、おっしゃい。僕は一度に一つのことっきり考えない。つまんない話よ、そうそう。いや、ふき子さんといらっしゃるとき、私のことを忘れていらっしゃるんでしょ？そう思う？私のこと忘れてくださる方がいいんですわ。やっちゃんの嘘が始まった。つまらない話やめて踊ろうよ、ね。やっちゃん、だいぶ降ってきたようだね。ダイヤのクイーンか。揃わない。もうこれで10回もやったかな。もうやめようかな。やっちゃん、堪忍しておくれよ。私たちにはどうにも他に方法がつかないのだ。我慢してくれるね、やっちゃん。
そう、ペーシェンス、忍耐だ。これからゆっくり考えさせてもらおう。どうしたらやっちゃんが幸福になれるか。これは私たち夫婦の宿題だった。そうだ、ずいぶん前からだったな。五郎が不埒だ。もともとうちの吹き子ではやっちゃんの敵ではなかった。あれは無抵抗の弱虫だ。その代わり人がそこに座っておいでと言ってやるとおとなしくそこにいつまでも座ってる。人を信じきっているんだ。人が騙しても騙されたと思うまい。騙された分まで自分がバカだったせいだと信じて罪を自分で切る子なんだな。無抵抗なものには私たちも負ける。お前さんはうちの娘だ。私たちの心持ちではずっとそうだよ。これからもそうなんだ。やっちゃん。やっちゃん。五郎、一緒に帰る。やっちゃん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 。五郎、うちへ電話をかけて自動車を呼んでくれ。嫌です。お父さんは卑怯な真似をする。言葉を慎もう。俺たちは親子じゃないか。けれどお父さん、卑怯はお前のこと。けれどお父さん、こういう嘘を僕に強いたのはお父さんなんだ。僕は最初からそれが嫌だと言ったつもりです。分かってる。誰が嘘をついたとか誰に責任があるとか、そんなことは問題ではないんだ。もっと大切なものがその上にある。お前は頭がいい、ものを知ってる。しかしその全部がペラペラの紙だ。紙切れでお前の頭がいっぱいになってる。何か自分の無法な行動を正しく見せかけようとするとお前はその紙のような知識を出してきて理屈をつける。俺が悪いと見るのはその真理だ。これは正直に汚い行為をするよりもはるかに人間として卑しいことだよ。僕はもっと誠実なつもりです。正しいと思ったことをやりたいと思ってるんだ。自分の心を偽りたくないと思うんだ。そうです、お父さんのような大人のように老獪にごまかしていくのが嫌なんだ。それが神のような知恵だ。お前たちの不幸はいろんなことをむやみに知ったことから来てるんだな。知ってるというだけだ。お父さんは他人だ。僕ら若い者には他人だ。そう決めてもよい。俺もそこまで考えた。お前が今の不道徳な行為を続けていくんなら潔く別れるとしよう。しかしこれは俺の行為から忠告してやることだが、お前は草掛けの金があっての草掛五郎だよ。脅迫するんですか、お父さん。いや、同情だ。哀れんでいるんだ。どうだ、紙のように薄っぺらなお前の言う真実と別れるか、それともお前の地位をバックしてる俺の力と手を切るか。横田、嘘つきになりましょう。
誰がこれを疑うだろう。父は昔のような従順な僕になったと思っている。吹き子は元より僕を信じてる。今日も仲良く旅行に出たと思っている。そこで愛し合ってるように見せて死ぬんだ。父も文句を言えないはずだ。真実は反対でもそう見えるだけでいいんじゃない。父の注文がそれだ。僕はそう見せてやる。バカども、やはり五郎は吹き子を愛していた。それでなければ一緒に死ぬはずがない。下り顔でこう言って僕らの最後を悲しんだり美しいと思ってくれる。ねえ吹き子、名古屋行こう。僕たちの思い出の場所を回ってみるんだ。この前泊まったホテルのあの部屋も行ってみよう。でも、うちはそんな遠くへ行くと言って出ませんのに。いいんだよ、また電報って知らせるんだ。覚えていますわ。気に入った？ええ、素晴らしいわ。それはよかったね。あの時は私なんだか怖くって。でも今度は違いますのね。うん。汚い部屋だったけど、これでいいんだ。他の自殺者のように景色に余ったりたり、名所の名に憧れたりするような集体をしないと。感傷的なことはこっちからお断りだ。これだってただの事務なんだ。人間が一生に一度きりできないというだけで、他の事務と違うものか。外へ出てくるよ。電報屋なんか打ってくる。お一人？その間にお湯でも入っておいて。僕が死ぬ必要はない。一緒に死のうとしたことだけ見せればいいんだ。そうできる。しかも吹き子は幸福に死ねる。それから誰もこれを殺人だと見ない。なぜ俺はそれに気がつかないで一緒に死のうなんて考えたんだろう。いつものままの俺だ。ちっとも変わっていない。どうかなさいましたの？ねえ吹き子、幸福かい？ええ。ねえ吹き子、吹き子は僕が死のうと言ったら一緒に死んでくれるかい？僕は冗談でこんなこと言ってるんじゃない。真面目で相談してるんだよ。そんなこと、私にお聞きになることございませんわ。ねえ。返事をし、吹き子。だって、吹き子のご返事は決まっておりますもの。
じゃあ僕となら一緒に死んでくれるって言うんだね。なぜそんなことをおっしゃいますの。フキ子は知らないんだ。だけど僕はそうしなければいけないんだ。ご覧、これだ。これが僕が言うことが冗談や嘘でない証拠だ。もう一息だ。これを仕切らなきゃいけない。本当の話だ。僕はどうしてもそうしなければいけないんだ。どうしても生きていられないんだ。どうしてと答えますの。理由かい。僕はそれを言えない。言いたくないんだ。でもお父様にだけご相談なさいましたら、きっといいようにしてくださいますわ。ねえ、お父様にだけお話にならなければいけませんわ。ありがとう。お前に教えてもらうとは思わなかった。そうか、結局お前には僕の気持ちはわからないかもしれない。私が悪ございました。あなたがそうしろとおっしゃいますことはどんなことでもいたします。しかし嫌なものを無理にしようとは思わないよ。いいえ、そんなことはございません。私、最初からあなたのものでございます。死ぬのだとおっしゃれば、いつでも喜んで幸せに死ねると思います。いけない、こんなに弱くなっちゃいけない。もしかしてそれは弥生さんのことではございませんでしょうか。何を言うんだ。やっちゃんがどうしたって言うんだ。違いましたかしら。やっちゃんなんかに何の関係あるもんか。本当に違いましたかしら。泣くのやめたらどうだ。ボイたちに聞こえたら怪しまれるじゃない。私、バカでした。あなたが弥生さんをお好きなのかと思って、彼が私一人で心配しておりました。堪忍してくださいまし。本当にバカでした。寄せたら吹き子、外聞こえる。もういいから。でも恥ずかしいんです。どうしたらいいでしょう。どうしたってんだこの慌て方は。お前の頭なんか噛み切るだけなの。何か自分の無法な行動を正しく見せかけようとすると、お前はその紙のような知識を出してきて理屈をつける。それは正直に汚い行為をするよりもはるかに人間として卑しいことなんだ。仮想の人間の理由もない単純な行動の方が同じ悪にしてももっと美しい。だが僕がお父さんに負けたんじゃない。これはそれとは別のものなんだ。僕の知らなかった別のものなんだ。嘘だ、吹子。嘘なんだよ。死ぬなんて嘘だ。死ぬなんて嘘だ。だいぶ良くなったし、しばらく外国へでも行ってみたらどう。いいのよ。このままそっとしているのが私たちに一番いいのよ。考えたってどうにもならないわ。